はい、じゃあ3ベッドルーム、ローズガーデンの3ベッドルームをご紹介しますね。はい、入り口入ってまたこの収納ですね、この収納の多さ、はい、この義足箱の多さとこの鎌地ですね、どこからが廊下でどこから玄関かっていうのは日本では非常にもう上がり鎌地ってあるんですけども、なかなかこちらはないんですが、こういう色でですねちょっと区別をしてくれてるっていうのがあります。はい、でこの3ベッドルーム広さが137平米です。非常に広いですね。すごいその広さを体感してもらいますね。まず入り口入って、まあ、パッと見た感じこんな感じですね。はい、リビングダイニングがスカーッと広いです。スカーッと広いですね。はい、こんな感じです。でこの手前にですねちょっとしたウォークインクローゼットがあります。ここですね。はい、この広さですね、収納のまあ棚があってですね、はい、こんな感じですね。非常に広い、もう何畳、3畳ぐらいあるのかなぐらいのこの収納スペースがまずあります。ですので、まあ、タイとかね、いろんなところから、まあ、広いところでお住まいになっていらっしゃるご家族が転勤でこちらハノイにいらっしゃる場合に、まあ、なんせ物が多いという場合にはこれ収納できるスペースがたくさんこの部屋にはあります。はい、で、ローズガーデンの3ベッドルームなかなか空きないんですけども、これがですね今、ちょうど空いてきますので、いち早く、ご紹介させてもらいますね。まずこっちキッチン行きましょうかね。キッチン、はい、この字のちょっとクローズですけども、このキッチンの広さをパッと見た感じ、体感してほしいんですけども、非常に広いです。はい、ここに、冷蔵庫があって、洗濯機がありますよね。電子レンジ、まあ、収納はたっぷり、上と下とあります。でこんな感じで、お、ちょっとぼやけてる、お皿もね最初からついていますよと。でナンセローズガーデンの、特徴はこのキッチンシンク、この広さですね、非常に広いです。はい、でテーブル、調理台があって、ビルトインのエレクトラックスの、オーブンレンジと四つ口のコンロですね、炊飯器、こういったものがあります。でこのキッチンの横に何て言うんでしょうね、ここにもまあ書庫というか、書庫じゃないですね、食材を置くスペースって言いますかね、今、ウォーターサーバーを置いてますけど、まあ、ここに置くもんじゃないと思うんですが、ここになんかいろんな、キッチンに関するまあ、空間というか部屋がありますよね。ここにいろんなものを置いていただける。はい、で、このリビングにメインしてこちらですね、がこれメインベッドルームですね。非常に広いです。収納がたっぷりあって、はい、まあ、ダブルサイズのベッドがありますよね。両脇には読書と、ちょっとしたキャビネットがあるという感じですよね。で、ここも、まあ、当たり前ですが、網戸がしっかりとつきます。はい、外は結構広い、バルコニーですよね、なってますので、はい、洗濯物は十分干せるかなというのと、はい、で反対側に、こんな感じで化粧台があって、まあ、横に、サイドボードといいますかね、あります。でこの奥ですね、この奥に、はい、ここに、はい、バスルームなんですが、バスルームに入る手前にこういったちょっとした空間があります。鏡に囲まれた、収納スペースですね。はい、こんな感じで収納があります。はい、鏡を開けていただければ中に収納スペース、非常に広いですね。非常に収納が広いです。たくさんあります。はい、ここが収納、こちらも収納ですね。はい、収納スペースがたっぷりあって、でこの横に、バスルームですね、お手洗い、洗面で、まあ、ここはシャワーですね。で、まあ、ローズガーデンのシャワーに関してはこういう形で飛び散らないようにガラスで、まあ、あの壁を作ってくれるというか、ペラペラペラってこれあのナイロンのようなカーテンじゃなくて、こういったしっかりした、ガラスのカーテンで仕切ってくれてますので、とてもいいですよね。はい、これがメインベッドルームです。はい、で3ベッドなんで、あともう2部屋ですね。今度はリビングの向こう側ですね。はい、ちょっと行ってみますね。はい、リビングですね。リビングがあって、はい、あ、リビングの外はちょっと、あ、ここも撮ってないですかね。はい、テレビがあって、サイドボード、テレビ台があります。で外はちょっとしたね、こういった腰掛けてちょっとまあくつろいでいただけるような、こういった
スペースが、先ほどの部屋から続きでずっとバルコニーが続いてますよね。はい、で、向こう側、こっち側が入り口でしたよね。はい、でこちら側、まず入ってここパッと見た感じであれベッドがないなと思うんですけど、これがですね開閉式のベッドですね。はい、ちょっと開けてみますね。よいしょ。はい、まあ、非常に使わないときは上に上げて今みたいに収納というかですね、広く使っていただいて、寝るときはこう出して、寝ていただくと。ちょっとまあ変わってはいますけどもね、変わってはいますけども、こういう部屋が3つの部屋のうちに1つ、あります。はい、でバルコニーは先ほどからの続きで、まだこちらもバルコニーですね。ずっと向こうのメインベッドルームからリビング、この、ベッドルームですね、サブベッドルームまでずっとバルコニーが続いています。これが2部屋目、サブベッドルームですね。はい、でこの奥ですね、これが、もう一つのベッドルームですね。はい、こんな感じです。はい、非常に広いですよね。綺麗で非常に広いです。はい、ここは側面両方に窓がつきますので非常に明るいですね。はい、外の、まあ、今ダブルのですね、サッシでですねびっちり密閉されてるん で非常に音はこれ聞こえて こないですね。非常に静かですね。結構向こうは車が今走ってる絵は見えてると思うんですけど、音は非常に、まあ、静かですね。はい、防音サッシですね。はい、でここにサイズ、ダブルサイズの、まあ、ベッドがあって収納ですね。はい、エアコンはここに全部、まあ、組み込みビルトインで中に入っています。はい、これが3つ目ですね。はい、でゲスト用のバスタブ、ここに、キッチン、キッチンじゃない、お手洗いと洗面とで、シンクですね、バスタブがついていると。はい、こんな感じですね。はい、この3ベッド137平米です。はい、これがいくらかですね。はい、まあ、弊社の特別の押し切りで、ローズガーデンさんとの話し合いで金額を提示させていただきますと、この137平米の3ベッドルームでお値段が3600ドルです。でこの3600ドルに含まれてます、インクルードされているサービスっていうのが、税金管理費はもちろんですね、あと週6回、日曜日を除く週6回のハウスキーピング、洗濯はしません、洗濯はご自身でお願いしますと、掃除、お皿洗いですね、で水道料金とインターネット、これは固定制ですのでいくら使っていただいても金額は変わりません。テレビケーブル、視聴料、日本語チャンネル、日本チャンネルの、視聴、まあ、NHK プレミアムが、見ることができますと、料金が含まれていますとですね。あと嬉しいのが、まあ、ローズガーデンに関しては電気代、電気代が100ドルまで、これ家賃にインクルードされています。電気代100ドルまでがインクルードですね。全部ひっくるめて3600ドルです。はい、いかがでしょうかね。まあ地区は確かに古いんですけども、こうリノベーションをかけてきれいになっている、はい、サービスアパートですね。すぐ隣が、まあ、アメリカ大使館ですから、まあ、非常にセキュリティともしっかりしているサービスアパートです。はい、いかがでしょうかね。まあ、3ベッドルームなかなか空きはないんですが、取り急ぎ空きが出てきましたので皆様にご紹介させてもらいました。以上、レポート終わります。